広告で、こんなゲームを見つけました。ボールを投げて、敵に当てる。ドッジボールですね。ドッジボールのゲームって珍しいな。早速やっていきましょう。ドッジザボール 3D。まずはトレーニングデイ1、空気入れと、へこんでるボール。ボールに空気を入れるところから始まります。トレーニングそこからなんだな。空気入れを上下に動かして、どんどんボールに空気が入っていきます。空気満タンになったぜ。これでコンプリート。トレーニングデイ2、これはなんだ？線を引くことができるので、パスの作戦とかですかね？コンプリートしたぜ。デイ3は、スプレーを使って、ロゴを作成していきます。お気をばっかじゃねえか。ドッジボールまだ始まらないのかよ。準備は大切ですからね。デイ5、怖い顔の人が手を出してるぜ。財布から140ドル出しましょう。かき上げされてんじゃねえか。この人、こそこそ周り確認してます。服装的に、審判か？これは色だったボールと、的、ついにドッジボールのトレーニング始まったぜ。少しだけ、お客さんもいますね。ただ的当てしてるだけなんだけどな。これで、クリア。何で腕相撲してんだよ。これも、ドッジボールを上達させるためです。腕相撲にドッジボール要素ないだろ。チームメイトの腕をねじ曲げて、勝利。トレーニングデイ9、これは何をしてるんだ。機嫌が悪い観客に、金をばらまいていくぞー。最悪じゃねえか。金を受け取った観客は、ご機嫌になりました。トレーニングデイ10、これは、バーベルを使った筋トレ。まともか。さっきまで金ばらまいてたチームだろ。ドッジボールを上達させるため、筋トレは欠かせません。これが筋トレの成果。ダイナミックに回転して、縦と横のラインを合わせる。いいドッジボールっぽくなったな。これでどうだ？おやー。筋トレの効果出すぎだろ。的がぶっ壊れました。また観客を見てるぜ。これはどんなトレーニングなんだ？なんか、イチャついてるカップルいますね。カメラに収めてやらー。わけわかんねえよ。審判の目を盗んで、クッキーを食べます。どんなトレーニングだよ。反射神経と、視野角の広さを鍛えられますね。全部食べたら審判喜んだぜ。トレーニングデイ27、ボールを避ける、本格的なトレーニングだな。ついに、やる気を出し始めました。うっかりしすぎだけどな。体の力を抜いた方が避けやすいみたいですね。さすがに力抜きすぎだろ。ラストボール。チームメイトが練習をしているので、水を届けてあげましょう。ただ立ってるだけなのに、めちゃくちゃ速いスピードでスタミナ減ってくぜ。なので、どんどん水分を与えて、練習を維持していきます。水飲んで立ってるだけのどこが練習なんだよ。これで、練習完了。練習終わりに、ファンの子にサインを書いてあげます。サイン触れすぎだろ。このボール、めちゃくちゃ書きにくい。サイン書いたら喜んでくれたぜ。これも大事なトレーニング。そして、トレーニングデイ37、ボールに空気を入れます。もうすでにだわ。デイ38は、ホワイトボード。やっぱりそうか。これで、このゲームの全貌が分かってしまいました。広告みたいなドッジボールの試合はできません。トレーニングしてるだけだったな。